仕事だ。19時に迎えに来る。森金くん、ちょっと待って。病院辞めたって聞いて、私何も聞いてない。何もかも嫌になったんだ。私のこともいつもの甘んじゃくでしょ。今戻ってくれたら聞かなかったことにしてあげる。あ、失礼した。あれが依頼人か。そうみたいだな。まだ子供じゃないか。でも依頼人だ。話を聞こう。私の義理の父を。半殺しにしてください。雨は降る。平等に。男にも女にも、老人にも子供にも、そして善人にも、悪人にも。しかし、この世は不平等。法では裁けの悪人がのさばり、弱き者は泣き寝入り。彼らを最後に救えるのは、アマンジャク、元外科医の殺し屋。悪人には因果応報の報いを。金を受け取り、この世の悪を闇へと葬る。半殺しにしてください。俺が受けているのは殺しの依頼だ。半殺しを受けられない。でもそれに君に払える額じゃない。金ならちゃんと用意できる。話は終わりだ。入れ。弟を殺されたの。殺したのは浦野玲也。3年前に母が再婚した相手。あいつを半殺しにして引き出してほしいの。どうして弟を殺したのか。殺されたのはいつだ。去年の7月11日。お姉ちゃん大丈夫？痛い。どうした？痛い。お腹？あ、どうしよう。あ、ねえ、見せて、病院行こう。僕も行く。ちょっと待ってて。着替えてくる。無理だ、取られない。早く行ってきなよ。泣くのは僕が見てるから。ありがとう。じゃあ行こう。病院に薬をもらって戻ってきたら
ただいま。ただいま。ただいま。ハヤト？ルーヤさん？ルーヤさん？ハヤトは？準備してバスルームに戻ったら溺れてたって言ってた。でも殺されたんだよ。どうして殺されたと思う？だって真っ昼間にお風呂だよ。今まで一度も入れてやったことなんてなかったのに。警察は？子供が家のお風呂で溺れるのはよくあることだって。さっさと帰った。虐待の可能性を疑いもしなかったのか？あいつと顔なじみだから。いつもお世話になってるから。あんたの義理の父親何者だ？法医学者。大学の法医学教室の准教授で司法解剖をたくさんやってる。とっても可愛い子だったんだよ。やんちゃで甘えん坊で、お姉ちゃんお姉ちゃんっていつも後をついてきた。大人になったら二人でやりたいことたくさんあったんだよ。渋谷で買い物したり、お酒飲んだり。弟がお嫁さんもらうときは、うっと意地悪な小姑になってやろうって決めてたんだ。なのに、お願いします。お金ならちゃんと払います。あいつを半殺しにしてください。君の話が本当かどうか調べさせてもらう。こちらから連絡する。金のことなら暇いらない。着手金がもう支払われて。あんな子供が払える額じゃないだろう。母親あたりが払ってんじゃないの。いいじゃない、お金もらえるんだから。あ、これね、今回の電話、依頼人の連絡先入ってる。で、どうや。何が。いや、今回からこの電話にしたいんだ。こういうのって大事なんだよ、意外と。人工血管。はい。サイズが違う。2ミリ大きい。すいません。新しいの用意して。はい、わかりました。はあ、今日の見学者は男ばっかりだね。浦野先生、奥さんに怒られますよ。そりゃまずいな。妻はバツイチでね、こぶつきだったんだけどさ。一目惚れしちゃって胸に。漁師なんだけどね、こう後ろから前髪切るときとか渡るわけ。浦野先生の年間介護数は1500件ですから、参考になると思いますよ。いやー、それはすごいな。休日でも深夜に呼び出されても嫌な顔一つせず介護するんです。警察も浦野先生には頭が上がらないと思いますよ。先生、警察の方がいらっしゃいます。浦野先生、いつもお世話になってます。今日の遺体は心筋梗塞ですね。心臓の一部が壊死してますか。さすが先生は仕事が早い。あれじゃ警察は浦野に強く言えない。早くも亡くなった時に自己支援扱いで手袋を加えられた可能性が高いってこと。自宅がある綱島は浦野が解剖を手がけている神奈川だ。万が一解剖になったとしてもやるのは浦野の同僚だ。そこで計算して計画的にやったのかな。解剖を予告くださーい。あ、かかるんだ。おじさんがニュースってのは何だかな。
うまい。腹部大動脈瘤に対する人工血管置換術を行っていたが、画像診断とは違って実際は左腎動脈が瘤壁より起死していたから、左腎動脈の再建術も行った。すみません、この人夢中になると周りが見えなくなっちゃった。美味しかったね。あ、いい店だったね。うわ、やだ。あ、あそこ。雨が好きなんだ。そうだった。これで風邪ひいたら医者の不養生って言われるんだからな。すぐに着替えれば大丈夫だよ。ほんと甘んじゃくなんだから。聞いてる。この浦野で別の噂を聞いたんだかね。どんな？金次第でどんな鑑定書も書くんだそうだ。例えば刑事事件の被告側の弁護人から頼まれて、被害者が死亡したのは殺される前に別の要因が働いたせいだっていう鑑定をでっち上げる。それで執行猶予を勝ち取れたら成功報酬を受け取るとかね。あんたもそういう依頼をしてるのか、弁護士先生。これはしないよ。そもそもあれは刑事事件はやらない、儲からないからね。限りなく黒に近い探査追加。あそこは寝たがいい。ただいま。ただいま。美味しかったわよ。いつすぐ来ればよかったのに。ママのご飯でいい。今度は何でしょうか。うずちゃん。ん？何が好き？ごちそうさま。難しい年頃だから。なんか飲む？どうもありがとうございました。ありがとうございました。またお待ちしております。親御さんたちは心配したりしてない。うちら今、生理中だからね。家族の仲が悪くて、出しまいたち。私が事件に巻き込まれちゃったりするのよね。ほら、ネットで自殺志願者集めた事件あったじゃん。いやだ、怖いですね。あの子たちだけ。あ、花枝巻。心が傷ついている10代の子供たちは今非常に多いんです。そういう子たちに手を差し伸べて何かをしてあげなくてはいけないと思っています。素敵ね、うん、ただ聖母マリア様みたい。世界は変わりませんから。お待たせいたしました。どうぞこちらへ。セットでよろしいですか？はい。お仕事お忙しいんですか？何やってらっしゃるの？何だと思う？何だろう。なんかの社長選とか。専門職だ。どんな専門職ですか？自分だけでは処理できなかった人の代わりに仕事をする。希望に沿う方法を考え、手際よく処理をする。決して痕跡は残さない。わかった。お掃除屋さんね。お金ならちゃんと払います。母親たちが払ってんじゃないの。ママ、セクの下車取りに来た。あ、ごめんね、鈴を渡すの忘れちゃって。ちょっと終わるの待ってて。ごめんなさいね。いや。時一緒に病院に連れてってれば、てっちゃんがあいつと二人きりにしたから。あの話やるのは午後にしてもらえないかな。仕事の都合があって。分かった、聞いてみる。
もう一年だな。塾に行かなきゃいけないから、また連絡する。ああ。もしもし。俺だ。雨の日に車で話した。連絡したいと思ってたの。あのね、誰かと連絡を取って指示を受けてるんじゃないだろうな。嘘をついたのか。違う、嘘なんかじゃない。やっぱりやめた方がいい。お願い、このままだったら私一生後悔する。あの小さくて可愛かった隼人を殺して、あいつはノーノーと生きてる。この世に正義なんかない。あなたしか頼る人がいないんだ。やれば君も重い十字架を背負うことになる。それでもいい。それで自分が楽になろうなんて思ってない。依頼を受ける。決行は5日後に。血量ガーゼカウントを入れて 250cc です。そんなはずはない。100もないはずだ。もう一度調べよう。え、本当だ。術野の吸引の感じで出血量が正確に分かるんですね。血中だ。集中しよう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様。鮮やかでしたね。さすが第一外科のエースだな。ああ、見させてもらったよ。なかなか良かったね。ありがとうございます。今度私の手術で第一助手に入ってくれ。え？はい。すごいじゃないですか。いや、道本教授に気に入られた出世コース間違いないでしょ。ただの第一助手だ。いや、だったら変わってくださいよ。俺、あの教授好かれたいんですよ。いいでしょ、かわいいかわいいじゃないですか。教授がいいって言ったらな。いいんすか？1年前、浴槽に子供を沈めて殺したの。何のことか。質問をするのは俺だ。なぜ殺した？
近くのせいだ。子供を作らせなかったからだよ。隼人に手がかからなかった。待ってたと。たまにやらせてくれても隼人の様子を見に行ってあげたいから、早くしてなんてやるって。あ、待って待って、行ってくれ行ってくれ。うちの大学で猿の生態を研究してるやつがいる。そいつから聞いたんだ。ハヌマン・ラングールという猿のメスは新たな物産に子供を殺されると発症するそうだ。排卵抑制のメカニズムから解放されるらしい。人間のメスも同じだ。俺たちのベッドにいつも潜り込んできて邪魔する、あのクソガキを殺せば近く発情するはずだ。なあなあ。猿並みの浅知恵で殺人か。死んだ人間の心臓を調べるより生きてる女のハートを研究するべきだった。何？女がお前に惚れているなら女の方から寄ってくる。うるせえ。大体お前誰なんだ。質問は死ぬまで言ったはずだ。俺を殺すように誰かから依頼されたのか。金は倍だぞ。お前のように誰でも金で動くわけじゃない。父親だな。振り向くな。顔を見られたらあんたも始末しなきゃならない。肉親で決着をつけたかったのか。だからあの子の依頼は半殺しか。ずっと隼人に何もしてあげられなかったから。でもやっぱり私にはできない。お願いします。代わりにこいつを殺してください。金は払います。金をもらってる。あんたが出したんじゃないのか。いや、私はお願いします。隼人の敵を。終わったら娘に連絡する。あんたは帰るんだ。お願いします。お願いします。繋がってる。これだけの水が肺に入ったらどうなる。これはこの家の風呂の水だ。どういうことか分かるの、解剖医の浦野先生。溺死ってのは他殺か事故死と一番判別がつきにくい。万が一司法解剖されたとしても風呂場で溺死と判断される。
お前に沈められながら8歳の子供は何を思った？お前は悪性のガンだ。この世から切除する。このままちゃんと用意できる。もう仕上がる。場所がない子どもたちが多すぎると思います。親に捨てられたり、家族が不仲だったり、そんな子たちにも家庭というものを感じてほしくて、この児童養護施設を作ったんです。私の力なんてごくわずかですけど、少しでもいいから世界を変えられたらと思いまして。痩せすぎね。ちゃんと食べてる？家出してお金なくなっちゃったから。ちゃんと食べなさい。それから貧血がひどいわね。うん、お薬出しとくから。ありがとうございます。はい、みつこ先生お願いします。あ、しげるくん、どう風邪の具合は？おかげさまですっかりいいです。あ、よかった。君はボンベイブラッドだったよね。ボンベイブラッドって何？100万人に1人しかいない珍しい血液型なの。へえ。何かあっても簡単に輸血できないから、くれぐれも怪我には注意してよ。分かってます。あ、今日はマサト君は？マサトはこの前里親に引き取られたんだ。そうなの。良さそうな人たちだって喜んでた。俺も玉木先生のおかげで居場所ができて嬉しい。ここに来られなかったら俺どうなってたか。お、玉木先生だ。どうぞどうぞ。よかった、よかった。ご苦労様。うちにももう慣れました。ええ、みんな明るくていい子たちばっかりで。あ、この後は大学病院の方にはお戻りになるの？ええ、今日はこのまま。花井さん、東京テレビさんが帰られます。あ、今行きます。じゃあ、あとはよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。またいつでもいらしてください。玉木先生。あら、ミスズさん、本当にありがとうございました。お金を貸していただいたおかげで。私いいのよ。私はあなたの未来に投資したの。ありがとうございます。今日は新しい先生が来てる日だから一度見てもらうといいわ。はい。彼女に貸したお金、何に使ったか聞かれたんですか？いいえ、彼女の胸の使いが取れたのならきっといい使い方をしたんでしょう。花井さん、花井さん、大丈夫ですか？花井さん、花井さん、花井さん、お医者様ですか？自分の名前は？花井玉木よ。住所と年齢も？
女性に年齢なんか聞くもんじゃないわ。あなたのお母様よりは少し若いかしら。そう、母は幼い頃に。あら、ごめんなさい。いえ、一過性の脳の血流不全のようだ。症状は軽い。ありがとうございました。ねえ、もしかしてお母様を亡くした病気と戦うためにお医者様になったの？まあ。あなたは優しい人ね。お母様を亡くして大変だったでしょうね。そこからお医者様にまでなった。並大抵の努力じゃできないことよ。偉いのね。子供扱いされてるみたいだ。ごめんなさい。本当にありがとうございました。ありがとうございました。ホットミルク飲むとよく眠れるわよ。ここにはよく？友達に紹介されて。玉木先生は困ってる子供たちの味方だから。そう、浦野美鈴さんね。忘れた。先帰って。はい、さよなら。気をつけて。はい。あの、折り壁くん、おまんじゃくってどういう意味？天の邪鬼のこと？雨が好きな変わり者のこと。私の地元でそういうの。ふん。今度行ってみる？え？実家の両親に会って。いいのか俺で。家族の愛情も知らない俺に家庭なんて。今まで辛かった分、幸せになっていいんだよ。私が幸せにしてあげる。久しぶり。ああ、どうしてた？それなりに。そう。君は？私、臨京大学附属病院で働いてるの。最近ここの栄誉にもなって。あなたと別れた後、結婚して子供がいるの。そうか、幸せそうでよかった。折り返す。ちょっと待って、いつもの甘んじゃくでしょ。久しぶり、どうしてた？殺さないでくれ、やめてくれ。おじさん、聞いてるのかい？何？珍しいね。
堀さんが仕事中に心ここにあらずってな。何かあったのかい？何でもない。それで？ああ。この薬知ってるかい？ああ。少し前に話題になった糖尿病治療薬だ。画期的な血糖降下剤だという触れ込みだった。でも突然治験が中止になった。低血糖発作で昏睡の後、死亡するという症例が続発したから。私立大学の附属病院の医師が治験薬だと知らせずに、この薬を患者に服用させるなんて可能性あるのかね？あり得るな。製薬会社から裏金をもらって、都合のいい患者を選んでやるケースだ。ある女性が、母親が無断で治験薬を飲まされて死んだって言ってきた。ああ、それからご相談なんだけども、もう一つ急ぎの仕事があるんだ。ああ、俺らが掛け持ちしないってことは重々承知なんだけども、どうだろう、今回だけ特別ってことで、まあ、成功したら特別ボーナス弾むからさ。話を聞いてからだ。うん。あ、依頼人が来た。上京してから親には頼らずクラブで働き生計を立ててきました。半年ほど前、両親が離婚して以来会ってなかった母と21年ぶりに再会して、連絡先を交換して、それから何度か食事しました。会ってくれるって言ってくれた。糖尿病を患ってるなんて母は全く言わなかった。母が亡くなったのはそれから3ヶ月後でした。下山瑞江さんは担当医の鴨先生が勝手に処方した治験薬のせいで死にました。慌てて母の担当医のお待たせしました、鴨慎介に会いに行って、どうぞ。下山瑞江に治験薬を処方したというのは本当ですか？どういう魂胆か知らないが、帰らないと警備を呼ぶぞ。その時直感したんです。この男は母の死に関係してる、やましいことがあるからこんな態度を取るんだって。すぐに弁護士に相談しましたが、薬の残りはなく、遺体は骨になって臓器もない、匿名のメールだけを根拠に医療訴訟を行うのは無理だ。鴨俊介は今から2ヶ月前、自由が丘で開業したんです。悪どい方法で金儲けしてきたってことはあのビルを見ればわかる。あの病院の一部が母の命と引き換えになったんだって思うと悔しくて、あいつに三振の悔いを受けさせたいんです。お願いします。あんたの話が本当か裏付けを取ってからだ。こちらから連絡する。これ今回の電話、連絡先はいつもの通りで、もう一人の依頼人はいつ来るんだ？もう一人の依頼人、来ないんだよ。え？正確に言うと来られないんだ。細病を患ってね、今入院してる。どうするんだ？あらかじめ、依頼内容と経緯は受け取ってる。私が代理人だ。いいかな？ご自由に。じゃあ場所を移そうか。お前、依頼人の名前は鳴沢健吉。新宿に近い笹塚の商店街でおもちゃ屋経営してるんだ。20年前に妻の千佳子が妊娠して、誰とも子供が生まれるのを心待ちにしてたんだがね、千佳子がワールドレディースクリニックに入院したのは予定日が過ぎた7月第2週の木曜日の深夜で、日付が変わって間もなく原因不明の大量出血で千佳子は亡くなった。子供も助けがなかった。妻は不要な薬を投与されて亡くなったんじゃないか、医療ミスではないかと疑った健吉は担当医の近田義雄を訴える医療裁判を起こした。死亡した原因は
私の過失ではありません。当時の記録が手違いで残ってないのが悔やまれますが。ふざけるな。あんたが勝手に廃棄したくせに。傍聴人、正式に。裁判の結果は被告である医者の言い分が全面的に認められた。菊池は控訴したんだが却下され、全面敗訴で終わった。優秀な元外科医の意見聞かせてよ。専門外から経過を見ると、不要な陣痛促進剤の投与で起きた過強陣痛で子宮頸管裂傷ができ、そこから大量出血したと考えるのが自然だろう。つまりさ、仕方が裂傷を見逃したってこと？あるいはパニックを起こしたか。資料で見る限り優秀な産婦人科医とは言えない。導尿も縫合止血もしてないし、輸血のタイミングは致命的に遅すぎる。すぐに大病院に転院させるべきだった。20年前に近田が千代田から病院を譲り受けて、調べただけで11人妊婦を死なせてる。全てのケースで金曜日に促進剤が使われてる。つまりさ、近田は金曜日中にお産を終えたい事情があったんだよ。はい先生、明日の土曜日ですか？もちろんです。ご一緒にラウンドを回らせていただきます。いやー、また先生のナイスショット見れますね。明日は出産予定の川内さん、これから陣痛促進剤投与するから準備して。近所での評判は？それがいいんだよ。スポーツマンタイプの男前でね、ジョークを交えた会話で患者を喜ばしてる。退院する時の花束のプレゼントと高級車の送り迎えが評判の大した経営者で、人間としてはクズだよね。ねえ、引き受けてくれるよね？どうした？ん？何？いつもより熱くなってる。俺さんがイラリに会わないケース初めてだろ。俺が裏付け取ったから、なんかちょっと、へい、力入ってたから。分かったよ。二つの仕事をいっぺんに片付けることにした。先生、亡くなったらしいですよ、自宅の浴室で。心臓発作を起こして溺死したとか、一応事故ってことになってますけど。何かあるの？1年前にも再婚相手の連れ子が同じように浴室で亡くなってるんです。変ですよね、これ。でも解剖されなかったってことは事件性はないってことでしょ？まあでもいろいろとヤバい噂のあった先生だから消されたって噂も。それゴルゴ13ですか？玉木先生は困ってる子供たちの味方だから。浦野娘さんね。ねえ、浦野先生には娘さんいなかった？確かもう一人連れ子の女の子がいたかも。折壁くん、
だったよね。しげるくんなら里親が見つかって引き取られましたよ。待って、その里親ってどこに住んでるの？なんていう人？いくら先生でもそんなこと教えられませんよ。教えて。でも個人情報ですから。もしもし、岸田さん、いつもご利用ありがとうございます。入ったばかりの女の子をご紹介します。マリです、よろしくお願いします。いいじゃない、お医者様なんですか、すごい。産婦人科医ってさ大変なの。ちょっとでも失敗すると訴えられる可能性あるさ。最近患者がうるさくて医者の言うこと黙って聞いたかったもんね。ストレス溜まるお仕事なんですね。先生の体が心配だな。まあね、最近さ、ちょっとストレスで胃の調子がおかしくてさ。私の知り合いのお医者様紹介しましょうか。腕のいい内科医だって評判なの。ねえ、先生の体が良くなったら私たち旅行に行きましょうよ。本当だ。約束だからちゃんと言って。自由が丘にある過信セントラルクリニック、本当にちゃんと言ってくださいよ。ごちそうさまでした。薬飲んから水くれる？はい。ハモチジンにレバミピーとか、ごくごく一般的な処方だな。病院行ったの？うん。睡眠薬を飲ませたから朝まで起きない。お前が今飲んだ水にシアン化カリウムを入れておいた。放っておけばあんたは30分後には死ぬ。ここに亜硝酸アミルがある。これを吸入してすぐ病院に行き、塩硫酸ナトリウムを点滴すれば死なずに済む。欲しいか？なんでこんなことをする？質問をするのは俺だ。どうして不要な陣痛促進剤を使って11人もの妊婦を死に追いやった？理由を言え。製薬会社の接待、医師会の地盤のため、病院を大きくするためには必要だ。いつ起きるかわからない陣痛を待って大事な約束を不意にするわけにはいかない。異常事態が発生した時大病院に搬送しなかったのはなぜだ？患者は金づるだからだよ。妊婦は産婦人科開業医にとって上得意客だ。出産はもちろん、その後の定期検診、更年期障害の治療など長いこと通って金を落としてくれる。そんな大切な客を出産時のトラブルことで大病院の産婦人科に搬送してしまってどうする？金づるを奪われるだろう。話したぞ、早くそれよ。ほら、残念だったな。それはただの水だ。そんな、妊婦たちが味わった絶望の時間をお前も味わえ。助けて、助けて。
田芳生さんが亡くなっているのを家族が発見しました。近田さんの体からはシアン化カリウムが検出されていて、警視庁は殺人の疑いがあるとして現在捜査を進めています。警視庁は薬を処方した過信セントラルクリニックの院長鴨信介容疑者の行方を追っています。鴨容疑者の院長を務める。大変ですよ。マスコミが集まってきて院長出せって騒いでます。クリニック前には中本記者が行っています。今どちらですか。騒ぎが収まるまでしばらく帰らない。病院は臨時休業にしといてくれ。うまい。鴨の行方は新木場で見かけたっていう情報が入った。わかった。堀さん。うん？ありがとう。何の話だ。近田のことだ。依頼人の鳴沢健吉と話した。喜んでた。そうか。偶然ね。どちら様。同じ病院に勤めていた織壁君。夫の国武よ。はじめまして。ジャーナリストをしています。どうも。ちょっとトイレに行ってくれよ。俺はこれで。待って、聞きたいことがあるの。裏のレイヤーの死について。何か知ってるの。裏のレイヤー。誰だ。とぼけないで。俺は何も。あなたはいつもそう。あの時どうして。いつもの甘んじゃく。その前から姿を消したの。病院も辞めて何が何だか分からなかった。結局私のこと信用してないってことよね。誰だ。弁護士事務所の者です。奥様に頼まれて訴訟の打ち合わせで参りました。入ってくれ。女房のやつ怒ってるだろう。病院はどんなやつだ。どうして患者に許可を得ず危険な治験薬を飲ませた。殺してほしい男がいるの。昔の恋人なの。巨大な臓器売買組織が関わってるんだ。君がタイガーアイなのか。高血圧なのにこんな不養生をしていたら脳の血管が破れて脳出血が起きても不思議はないな。何する？小径骨が通った。やめろ。この針金が視床下部に届き、そこで傷をつけたらどうなると思う？脳出血。そうだ。ありえない。そんなの無理だ。トップレベルの外科医でもできるかどうか。俺にはできる。また何者だ。質問をするのは俺だ。どうして患者に許可を得ず危険な治験薬を飲ませた。どうせ手っ取り早く治験者を増やして製薬会社から協力金を受け取るためだ。俺の周りにもたくさんそんな医者がいた。
患者の命より金が大事か。勤務員の給料だけじゃ、いつまで経っても開業できない。地獄に金は持っていけない。おい、やめてくれ。やめろ。セントラルクリニックのこと調べてたでしょ。それで気になって。仕事を見られた。迷惑をかけることになるかもしれない。殺さないでくれ。やめろ。汚れたの？私も。ほら。じゃあこれ並べて。子供たちと農園やっててね、野菜の移動販売してるの。あ、ねえ、あなたも手伝って。ほら早く。死んでる。俺一壁くん、いつもの甘んじゃくでしょ。手伝ってもらっちゃったわね。お疲れ様。はい、どうぞ。うまい。お袋の味に似てる。よかった。今日は会った時から辛そうな顔してたから。この前あなたに会った時、私思ったの。この人は何か辛い経験をした人だなって。私の祖父はブラジル移民でね、事業に失敗して子供の頃は苦労したわ。何人もの家族や友人を亡くしたし、死にそうな目に何度もあった。私たちは似てる。どん底から這い上がって生き抜いてる。あなたの力になりたいの。昔の知り合いに二度と会いたくなかったのに。どうして？どうして？今の自分を見られたくなかった。昔の恋人なの。そうなんでしょう。
今でも愛してるのね、その人のこと。そんなこと偽ることなく、今のあなたの姿で向き合うしかないんじゃないかしら。もし受け入れられないなら、今のあなたに必要のない人だということよ。堀さん、留守電聞いたよ。ああ。でも、鴨の件は病死の扱いになってる。え？とにかく来てくれないか。殺人の現場を見たって女から連絡入った。どうして警察に通報しなかった？どうしてここが？取引しましょう。あなたに殺してほしい人がいるの。私の依頼を受けてくれれば、あなたの今の仕事について誰にも言わない。相手は野添智弘、衆議院議員。臓器移植法は危険です。15歳以下の移植が認められた今、子供たちの臓器だって何者かに狙われないとも限らないんですよ。子供たちの？そうなんです。海外では組織的な犯行もあるとかね。臓器売買組織です。スレン結核そうに見えるけど、女癖が悪くてね、私をかかりつけ医として指名してたんだけど、ある時無理やり襲われて。あなたと同じ雨の好きな男だった。ほんと甘んじゃくなんだから。甘んじゃくってどういう意味？雨が好きな変わり者のこと。あ、先生、お疲れ様でした。また呼びます。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様。お疲れ様です。近くに美味しいお店なんだけど、はい、この後どう？いや、でも後ほど。あ、はい。そこから見える夜景がもうすごく綺麗でさ、あれは絶対見ておくべきだよ。先生、それ絶対他の子にも言ってるでしょ。またそういうこと言って。こういうのはね、好きな子にしか言わない。もう予約でいっぱいなんじゃないですか。大丈夫、開けさせちゃう。俺顔が効くから。どうしようか。あ、こっちだった。ねえ、行こう。大丈夫、行こう、行こう。やめて、痛い。ごめん、ごめん、痛かった。私も帰る。ちょっと、ごめん。ねえ。余計、なんでかよ。ついてねえな。あなたと同じ、雨の好きな男だった。依頼は受けられない。どうして？調べた限りそこまでの悪人とは思えなかった。残念ね。があるの。ん？はい、あなたの部屋殺風景だから。世話できないよ。時々水あげればいいの。枯らさないでよ。
酒に酔って自宅で寝てたところ突発的に心臓発作を起こしたらしいんだ。警察は事件性がないと見てる。何者かがそう偽装して殺した可能性はあるということか。ちょっと奇妙なことに手術歴のない野添の死体に手術痕があったらしいんだ。係員が火葬する前に気がついたところね。どういうことだ。どうやら臓器抜かれたらしい。臓器の？この手には巨大な臓器売買組織が関わってる。アジアを中心にマーケットにしていて、無駄な世界や有名な恐ろしい組織だ。リーダーの名前はタイガーアイ。野添議員は日本でも臓器売買の可能性があると言ってた。組織の怒りを買って消されたのか。待ってくれ。臓器を抜かれたのにどうして事件性はないなんてことになってるんだ。観察にも来るのさ。いや、もしかしたら病院全体が警察の中にだって組織の人間が潜り込んでるかもしれない。この件にはもうこれ以上関わらない方がいいと思う。睦子はこの件に何か関わってるのか。野添の遺体が発見された時担当したのは臨海大学附属病院の医師だった。その後死体が運び込まれた先もそうだ。臨海大学附属病院で働いてるの。タイガーアイというのは正体は今のところ謎だ。性別も不明。ただ分かってるのは左の肩に特徴的なあざがあるらしいってことだ。あざ？虎の目のような三角形の形してるらしいんだね。吸い込んでどうするつもり。野添議員が死んだな。何か関わってるのか。どういう意味。君が殺したのか。君は会いたかった。君がタイガーアイなのか。あなたを一日も忘れたことなかった。あいにくだな。俺は一度も思い出さなかった。変わらないわね。不満足。こんなところで死ぬわけにはいかない。あなたをやらなきゃ。あの子も。どういうことだ。言っていたが、何かあるなら本当のことを教えてくれ。
あなたは10年前、私に本当のことを言ってくれなかったのに。人質に取られてるのよ。子供。タイガー愛に。病院で見つけた浦野玲也のファイルの中に、公にはされていない子供の心臓移植のファイルがあった。100万人に1人のボンベイブラッドで。虹のワインに。君はボンベイブラッドだったよね。同じ血液型の子がいたと気がついた。しげる君は、その子いなくなってて。しげる君なら里親が見つかって。何かあると思った。調べようと思って、動き始めた直後。もしもし。言う通りにしなければ、あんたの子供の命はない。俺に殺しの依頼をしたのもタイガーアイの差し金か。ええ。依頼通りに殺してくれたら、あなたを仲間に引き込むつもりだったみたい。あの男。夫になりすまして、私のことを監視してた。あなたたちのことも。殺してほしい人がいるの。俺はわざと嘘をついて、俺が野添を殺さないようにしたのか。あなたなら気づくと思った。睦子、ダメじゃないか、裏切っちゃ。お前の子供がどうなってもいいのかい。もう、あなたの好きにはさせない。人体の組織と接触すると化学反応を引き起こし腐食させる。ユウはどこにいるの。タイガーアイと同じか。言うわけない。お前がタイガーアイなのか。あの方は表に行っていない。助けてくれてありがとう。あとは私一人で何とかする。どうするつもりだ。察しがいてもいいから、大概から子供を取り返す。無茶だ。あなたには関係ないでしょ。俺の今の仕事は人殺しだ。俺に依頼してくれればいい。タイガーアイを殺して子供を助けるのは敵だって。報酬ももちろん払う。依頼を受ける。行こう。帰るね。はーい。浦野美里がいなくなった。母親の近くが捜査願いを出しているんだ。浦野美里さんもあの養護施設に出入りしてた。まさか海外にさらわれた。彼女もあの施設で検査を受けてた。じゃああれは健康診断じゃなくて早期売買だったの。勝手に受けて悪かったが、タイガーアイを殺す依頼を受けた。相手がでかいよ。国際的な臓器売買組織だぞ。受けたのは俺だ。あんたに無理強いはしない。
君の肩のあざを見ることができたのは誰だ。え、君をタイガーアイと思わせるため、本当のタイガーアイが流した情報だ。次はじゃあ30回だ。お揃いで。お知り合いだったの？ええ、ご存知でしょう。もしかして昔の恋人ってカジ先生のことね。そう、話し合いはうまくいったっていうことかしら。あいにくな。あんたの計画ではどちらかが殺されるはずだった。俺が彼女を殺せば、殺し屋として俺は配下に引き込み、彼女が俺を殺せば目障りな殺し屋が一人いなくなる。何のこと？タイガーアイはあんただろ。タイガーアイ、以前雨に降られてここで着替えたことがあった。あの時あなたが入ってきて、これ使って、ありがとうございます。しげる君は早期売買のドナーとして売られたんでしょ。浦野美鈴さんも、この施設の子たちはみんな商品として集められて。浦野美鈴に金を貸したのも利用価値があると思ったからだろう。あるいは浦野レイヤーが邪魔になったからだ。浦野レイヤーはあなたの組織の協力者だった。だけどお金のことで揉めたか、脅迫でもされたんでしょう。義理の娘の美鈴が浦野レイヤーを殺そうとしていると知り、殺し屋を雇う金を貸した。本当にありがとう。表向きは何も知らない善意の人間のふりをしてだ。あんたにとっては邪魔なレイヤーを消し、娘の美鈴を手に入れる一石二鳥の投資だった。可愛い子たち、私の宝。あんたは表と裏の顔をうまく使い分けてる。臓器売買の一方で身寄りのない子供たちを大勢養子にしてる。国だけのように養子の国だけがどうなったか聞かないのか。あなたがここにやってきたということは、首の骨でも折られて死んでるんでしょうよ。子供というのは確実に儲かる、利幅が見込める商品なの。使い道がいろいろあるから。肥料のいい子なら幼児売春用に高く売れる。可愛い子は男女を問わず需要があるの。容姿が悪くても健康なら臓器売買に回せる。子供の臓器は高値で取引されるのよ。世界中でドナー不足だから、闇取引したがってる客は山ほどいる。アメリカ、ヨーロッパ、中東、もちろん日本にも。根性がある男の子は訓練を受けさせて組織の兵士にするの。孤児や貧しい国の子供はそんな風に役に立ってくれるわ。クジラと同じで捨てるところがないのよ。臓器を傷つけたらダメよ。上手に始末して。
強くなりたかった。母親としても人としても。こうするな。その医者をオリさんが始末してあげた。この前の患者は金づるだからだよ。産婦人科医か。あの依頼人は大きな借りができちゃったな。まあ地獄の底までついていくよ。さあ子供助けに行こう。とも医療の技術もあるし腕も立つ。臓器を提供してもらうだけじゃもったいないわ。あなたは本当の愛を知らないだけ。俺が君を死なせはしない。引き受けたからには最後までやり遂げる。二人とも医療の技術もあるし腕も立つ。臓器を提供してもらうだけじゃもったいないわ。横倉さんだったかしら。あなたの臓器は使い道がなさそうね。どうしてこんなことをするんですか。ビジネスよ。世の中お金よ。貧乏人は人間じゃないの。ブラジルの貧民街見たことある？私が子供の頃、人間扱いなんてされたことなかった。子供たちは臓器売買のために売られたし、女は生きるために体を売った。私だってそう。そこから這い上がってきた。弱い者は食い物にされる。それがこの世の中よ。それが嫌なら強くなるしかない。そんなの人間がない。弱肉強食ならボールスと同じよ。弱い者を守り慈しむことこそが人間のあるべき姿よ。そんなのただの綺麗事よ。余裕がなくなれば恋人同士や家族だって殺し合い奪い合う。あなたは本当の愛を知らないだけ。かわいそうな人。くだらん。この世に愛なんて存在しない。そんなこと言うのはただの偽善者よ。もし愛があるなら、あの頃私は救われてたはず。でも誰も私を救ってはくれなかった。頼れるものは自分だけよ。だからって子供たちの命や体を商売の道具としか考えられないのか。心外だわ。私がこの手で子供たちを殺してるわけじゃない。
汚れた手をしてるのはあなたの方なんじゃない？あなたのこと調べさせてもらったわ。どうしてこの仕事をするようになったのか。やめろ。親友だった野田さんは病院で仕事中に突然亡くなったそうね。野田。死亡診断書は君に任せる。適切な理由を選ぶように。野田さんの残したあなた宛ての手紙でもあったんでしょう。あなたは上司の三木本教授が犯人だと睨んだ。でも認めるわけがない。三木本は自分の手術ミスで患者が亡くなったことを隠蔽するため第一助手をしていた野田の口を封じたんだ。毎日毎日病で死んでいく患者がいた。死んだくない。先生、助けてください。大丈夫、お願いします。一方、三木本のように他人を殺してものうのうと生きてる人間がいる。放っておけばもっと多くの犠牲者が出る。例えばそこにいる梶睦子さんのこと。君の婚約者はうちの内科医だそうだね。それが何か。野田君のように突然死しないよう注意した方がいい。どういう意味だ。死亡診断書は適切な理由を選ぶように。顧問弁護士か。俺は訴えられるのか。冷静なんだ。苦しめて殺しちゃったらすぐに殺人だとバレてしまう。誰にも知られずに確実に殺す方法を考えるんだよ。あんた一体。やるか。何を。こうやって野田を殺したんだ。胸が割れた。嫉妬ミスを遺族に密告しようとした。助けてくれ。殺さないでくれ。野田も同じことを言ったはずだ。いや、やめてくれ。やめろ。やめろ。やめてくれ。素敵なお話ね。あなたは恋人を守るために殺しに手を染めたの。私の前からいなくなったのも。私何も聞いてない。何もかも嫌になったんだ。どうして言ってくれなかったの。一方的に守られるんじゃなくて一緒に戦いたかった。いいことも悪いことも分かち合いたかった。それくらいの覚悟はある。もう遅い。せめて一緒にあの世に送ってあげる。かくれんぼしてないで出ておいで。もしここから生きて帰れたら息子に会って、あなただけが暗い過去を背負う必要はない。俺が君を死なせはしない。この10年が君がどこかで幸せにしていると思うだけで俺は生きていられた。
止める。悪性のガンがこの世から切除する。私を殺しても終わりじゃないわよ。どういう意味だ。私のことガンって言ったわね。ガン細胞はもともとその人自身の細胞が変化したもの。同じよ。社会がある限り私たちのような組織はなくならない。それでも切除し続ける。おめでたいわね。森上くん。マミ。さすが。花井珠樹、署まで同行してもらう。通報があったんだ。あんたが組織ぐるみで臓器売買をしている証拠のデータまで送られてきてね。臓器売買組織の首謀者とされる花井珠樹容疑者は現在も逃亡を続けています。 It's raining. Mm-hmm. Mm-hmm. 本当になんか災難だったわ。お待たせいたしました。お客様、いかがされました？お客様？お客様？指名手配されていた花井珠樹容疑者が遺体で発見されました。警視庁は残されたデータなどをもとに国際的な臓器売買組織の全容解明に乗り出す方針です。雨が好きか。うん、俺も雨が好きなんだ。雨は平等に降る。男にも女にも老人にも子供にも善人にも悪人にも。名前は優。優しい雨って書いて優。お母さんがつけてくれたんだ。
そうか。いい名前だな。好きだから。そっか。もう歌えない。仕事だ。19時に迎えに行く。わかった。